俺もどっちかっていうと黙って上を盛り上げたいタイプだもんね。で変なしかそれで金もらえばいいと思っとるタイプだもんさ。まあこうやって商売人だよね。俺も大丈夫。お前商売人だと思うよ俺。うまいっていうか、いやちょっと俺まで白にかけてくるもんかけてねえよ。うまいじゃねえか。案外こいつ綿密に計算しとるですね。してない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 。でもそれは難しいね。お前じゃだから。いいことだよね。うん、まあまあ、これさ、まあこれ商売人になるガチくらいだね。これ YouTube になってるけどさ、前だまたまたまさちょっと大きい仕事があったの。まあ、とあるお客さんが、まあ、依頼受けたもんで、まあ、じゃあやりますよ。で、まあ、知り合いの業者、まあ、見積もりさせるわけじゃん。で、だけど、俺らってさ、日本ってやっぱ、ただ一なんだからさ。まあ、いいそうだね。まあ、結論が言う。俺は、最低やっぱ 25% から 30% もらわないと、やる意味がないし。それは社員が多いで。俺は赤字だと思うんだ。そうそうだね。もう 25% は絶対赤字、会社は。じゃあ、利益じゃないでね、それって。いや、管理結局、あらりだね。あらりだね。そっから管理があって、いろんなことがあったら保証があって、いろんなことがあるから。そうだからその業者さんに言ったんだけど、俺は 25% ぐらい乗せる。それしっかりちゃんと乗せるっていうか、乗せるよ。一般の人は乗せるっていうイメージになっちゃうんだね。でも乗せるじゃないじゃん、うん、本当に大変じゃん。付き合いもあるし、いろんなことがあって必要経費です。必要経費、そっから営業、ね、まさにそう、必要経費、それがなければ成り立たんもんで。まあそうです、特にさ、俺らはさ一般の人が多いからちょっとまた別かもしれんけど、ただしみたいな商売なんか当たりも発見、外れも発見で、あのここはリフォーム会社で元請けがおるリフォーム会社。そうだから100人と付き合って無駄な経費もあるじゃん。まあ、10回も20回も行ってね、お金配ってお酒出してね、お酒ゴルフでもみんな怒って10万使ったりとか。でそれでも結局身にならんかった。あるあるある、全然ありますよ。俺もその人の協力業者さんに言ったわ。 25% 30%乗せるなら絶対自信あるなんて一発で出してこいよ、だけどその前に俺らは営業と客探してくるの絶対仕事だから安心しとけ、でお前が絶対に胸張ってよそに負けてないって言うんだったら俺決めてきたんで、お客さんに胸張れるから、でそれがそれいい値段で施工会社がこの値段らしいから、俺はそれにまるまる 25% 乗せたらさ胸張って商売喧嘩しこれんじゃん。タスさんグレーダーしとんすか、いいっすよ、だったら商品が違うんじゃないですか、見せてくださいよ、そこは値段絶対合わせますわ、やれるじゃん、じゃあだ一番楽なのは向こう見せてもらったのが一番楽じゃん。そう言い出したね、仕事切り出したね、もうどうにもないじゃん、なそうまあ実際本当に中身で、例えばセンス力とかさ、その例えばこう動くっていうのがあるじゃん、だから材料も一番安く仕入れて、安くやるって言うんだったら誰でもできる、そう本当に。で例えばこういうこのこれを白と見る人と、茶色と見る人とかっておるので、それは人と伝わあのなんていうセンス力で相手に伝わるか伝わらないかですよね。そこっていうのは全然違うと思う。今一番流行ったのが防水とかのトップで出るだけで、安かろう高かろう、俺らウレタンとかこれしっかりした工事で50万、トップだったら5万円でできますよってやつを、トップしか出さずに20万で、ウレタンちゃん防水やりますよって言って、俺らが50万出して20万で買っちゃうじゃん。トップなんか意味ないもんね。でしょ、意味ないもんね。だから3万とか5万できちゃうじゃん。だけど20万で買ってやつで安かろう高かろうね、値段だけね、決めてる人がめちゃくちゃ案外逆にそういうその今知識が出すぎて、じゃあネットでネットそう間違えて、視聴者一般の人見てもいいや、バカな知識を入れて、プロにちゃんとそう話する、そう話をして、コミュ力ない、お前もこいつもコミュ力ない、だから言ってこんから俺そんなことで怒ってないよってなるでしょ、会社って。実際俺はその時それ怒ったけど、そんなことでお前に怒ってんじゃねえよ、その時の場の空気と、ここでそれやったら怒られる。だから全部一緒だよ、それ仕事だって一緒だもん。もう汗かいてそれ一緒だ一瞬で殺すよね。いやでもいい感じのね、こだしさ、そのね、声だってさ、いやいいよ、時給1200円に上がったわけ。
じゃあ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 バカじゃあでもね、なんかちょっと塗り替えの顔してないもんなちょっと小綺麗な顔するもんね。綺麗ね、綺麗。逆にいいじゃん、逆に、うん、面白いじゃん。さあ、だって正社員だから、うん、ね、地球観察かどこかも知らんけど、うん、でもいい時だけ使えるさ、運転手兼カメラマンだったら、うん、時給980円で使えるじゃん。そうだね、やり方厳しいけど、うん、だけど会社員で月を保証するわけじゃん。それだと生活保障しない。それをだってここはやっぱ俺らと違うのは、うん、やっぱそういうスタイルでやっとるじゃん、うん、だからそれはすごいなと思うよ。だから俺らだったら例えば社員なんかそんないないじゃん、うん、で例えばね外注ばっかだもんで、でそれやっぱりそうじゃないとできんこともいっぱいあるもんで、やっぱ見方が違うんじゃないかなと思うよ。やっぱ河合くんっていうさ、まあこれから社長になってからか、2年の社長になってからうわすごいね、すごいね、すごい。やっぱでも個人事業主、いやでも顔個人事業主は失礼だけど、まあ、みんな商売やってるからさ、うん、まあ、そんなまあ俺から言ったらかな、そん手がないやん。やり方がいろいろあるやり方がいろいろ大きさっていうよりも、そのなんか大きさっていうよりもなんかそこに思いが違うじゃないですか。社長の思ってる思いと、あの西村さんだったりとか大地さんだったりとかみんな違うじゃないですか。俺の名前も出せよ。飲食業も木下あの木下さん、あのね、居酒屋やってるね。あ、どうでしょう。あ、行きました僕。みちくんと言ってます。みちってだ。寺道。寺道。ああ。いいじゃん。いつ？お前。お前。もう大丈夫。もう大丈夫だよ。お前。もうお客さんですよ、この野郎。どうも。すみません。いや、リコン。言ってます、言ってます。ありがとう、ありがとう。そう。分かってさ、やっぱ落ちとかさ、木下、ただしてさ、みんなタイプ違うけど。違う。やっぱみんな生涯やってるじゃん。みんな生涯。みんなやり方違う。色が強い、はっきりしろ色が、うん、あんたが一番色が強い。じゃああのね、うん、俺色が強いじゃなくて色が金なだけ。そっか、お前強さは変わんないの。落ちよ、もっと強い。落ちよ、本当に。あ、そうかもしれんな。そうそう、だって落ちが本当にじゃあ会社でかくしたいって言ったら持ってるわけ。だから俺はプロだ、職人だ、これやり、そうすんだっての感じかもしれん。徹底してほしい。だから色の濃さで言ったらそうかもしれんな。大して変わんないそうかもしれんね。たまたま俺が選んだ色がいいだけ。いや、そうでしょ。そういう時がいいっていうのはさ、じゃあいい、ただの金基準なんかいいでしょ。だけど誰が幸せってお金じゃねえじゃん。そうそうで、お金って結局何って言ったら、俺はお金また仕事に使ってるから、だから私生活で言ったらそう変わんないもん。売り上げがでかい、なんか金が稼いでるって見えがちだけど、全部俺会社に追放でもないですからね。もうやんないと回んないよね、逆に。うち、その投資に回さないと、広告宣伝費使わないとかし、あんま物欲ないしね。物欲性欲しかないんだわ。汚いんだ。汚くない。性こそが性だ。やっぱ金がね、一番経営してた。ただね、営業力だいぶ、だいぶね、営業力あの、なんていうの、胃潰瘍で落ちてもいいと。それでいいと。ごめんなさい、もうわしわしだし、全然わかんない。落ちてもいいと。それは、河合くんはどうしたいかじゃないけど、じゃあ俺一個だけ言わして、落ちても伝えたいことがある。やっぱ、協力業者がいたら、まあ、塗り替え道場がいるの、100人ぐらい面倒見なかった。そうなので、営業力って仕事取る力じゃないの。社員にも、はっきりグワーって言う。そうだね、もう、まあ、落ちも言うじゃん。それが、やめちゃうの。あるか。ただ河合くんだけの事実で言うと、もうやっぱこうバッバーっていっちゃうもんね。相手がずれるんだもん。な、溜め込むんですかね、うん、そのバーっとあーって聞いてて、うん、一撃が痛いみたいな感じは言われる。俺は上手に言っていくもんね。あ、そうかもしれない。小出しでちょこ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 、あ、そうそう、言い方、言い方、もうジャブなんですけど、もう俺もストレートでバーンってやっちゃって。俺もそっち派なんだよ、実際の話やっちゃうこと。あの、本当に俺初めて自分が責任者っていうお店をやった時に、下がついてこないっていうのがさ、自信がなかったの。なんだったら自分の考えでダメっていうことを全部上から喋っとくからさ、そう、合ってるんだけど、あの、なんていうの、そう、正解はどうでもいいの。そう、植え付けとったなんだけど、それ多分向こうが言ってくる、聞いててってなるじゃん。聞いてて、それに対してバンって一発でっていう、聞いた話を一回共感してあげた方がいい。スポンジになって。これはね、キャバクラやってたから、うん、女を扱ってきたから。そう。そう。人の話を共感しんへん。一回共感してスポンジになって。共感しんよね。言われるじゃん。間違っとるって思ってもいいんだわ。だけど、それを間違っとるって思ってもいいけど、そうだよなって。お前の言ってることもわかる。でもさ、こういう考え方もあるんじゃないの。
あーなるほど。あでも最近社長そうなんですよ、うん、あの俺そうそうそう俺の話あの俺に対する女に対するいや俺に対してもです。あのジム全員辞めたじゃないですか。なんか YouTube だったじゃないですか。その前に俺ジム全員と面談したんですよ。あそうだね本当全員と面談して、もう俺がもう見とんの分かったから、で外君なんかもバーって言うでね、あのまあジムが辞める前に俺は河合君にジムが全員損した、社長がクソですと、うん、どう、まあ、クソっていうかまあまあ納得できない、いやなるほど、分からない、理解できない、理解できない、河合君もいろんなこと聞いて、ででも河合君と俺は好き嫌いの関係じゃないの、うん、ビジネスと誰が一番手がけているかっていう関係の、だからね、うん、誰がお前に楽しませているかっていう関係ので、河合君がジムがこうやって来てますと、で俺は、まあ、それは知らん、じゃあ河合君やってくれって、そんな話だよね。そうですね。俺がもう別にジムに頭下げたくて、じゃあ河合君責任者でいっぺんやってみ、ジムちょっとまとめてみって言ったんだよね。で一回、まあ、話していく上でやっぱりそのいろんな人の思い全然違うんですよやっぱり、うん、あの社長に対してじゃない人も全然いますし、うん、ただその俺が思った社長に対してっていうのが納得できなかったのが、結局そのこの人たち失っていいのかなって、うん、全員じゃないかもしれないですけど、うん、やっぱりその失っちゃダメな人もいるわけじゃないですか、うん、その中でやっぱりその辞めてく流れに乗っちゃって一緒に辞めてく人もいるのもセーブしたいところがあって、でいろいろ話したんですよ。でまあいろんな話した上で社長に一回ちょっと話できないですかって言ったら、じゃあ今日話しようかって言って、で昔の社長だったら、まあ、こう話したらこういうやり取りになるんですよね。あそれが一回全部聞くわって、でそのジムの時に思ったの、ジムの時もですしそれ以外でもありますけど、うんうんうん、結局一回河合君が喋る、まあ、思ってる思いを聞くねって、一回吸収するって、でその中で多分ずっと俺が話してること黙っててくれたんですよね。途中でもうちゃちゃ入れずに、うん、ちゃちゃってしまった。いいんだよ。ちゃちゃって、ちゃちゃ失礼ですけど、いいんだよいいんだよ。で、ただその中で一回全部聞き入れるって、聞き入れて、あ、じゃあ今話した中で3つだけちょっと、うん、あの言っていいかなみたいな。めちゃくちゃスタイル変わったと思って、うん、その時思ったんです。昔そんな聞かんかった俺。いや聞かんかったわけじゃないですけど、俺もそこまで、ね、そこまで話せてなかったっていうのもあるんですけど。そうだね。だけどさ、もう本当に従業員とかが声を上げるときって何求めてるかって言ったら、共感と承認しか求めてないから、あー、うん、あーそうだよね、うん、認めてほしいのと分かってほしい、出るいいこと言うし、めちゃめちゃかっこいい、ね、それ変えて俺やっぱね、従業員が求めてるのね、共感と承認なのよ。ほんまそうでしょ。どっちかカットされてますよ。どっちか俺の話まあそう、よく落ちてもらえるんだ、お前暇だろって。でも今日ただ暇だろって。そうそう、じゃあ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 俺が言ったのは遊ぶのがお仕事ですねって言ったのね。そんなもんないよ。まあ経営者だから。そうそう、それもそうだ。だから俺それさ、その言った時に遊ぶのも仕事、例えば仕事するのも仕事、飲み行くのも仕事、それっていうのが俺がまだまだそこまでできないから、あのちょっと偉いもんね今。遊びって言っちゃうんですけど、でそれを遊びだと解釈する人もおる中で、別に遊びじゃないんですよ。分かる分かる。軽い感じで遊びも大事だよねって言ってるけど、その遊びって遊びじゃないんですよ。ああそうそう、そでここはね理解できるかどうかっていうところで、今ねめっちゃ楽しいから、で俺もここにカッコつけていくじゃん。そうそう、でちょっと先生みたいな人じゃん。そうそう、お前なんかダセーって言ってるから、そうそうそう、もっとカッコつけたいから、今ここすっげえ楽しいの。でもそれって多分モチベーションめちゃくちゃ上がるもんね。俺はもう、だから俺はまあ55なの、行動の。だけどちょっと最近ちょっととかまあちょっとね、それは遊びですよね。ちょまあでもいいと思います俺は。Yeah.